スネクマシルバークレストシルバークレストとは、スネクマがビジネスジェット用に開発中のターボファンエンジンである。2006年 NBAA の会場で発表された。このエンジンはもともと 8500LBF から 1500LBF の推力のターボファンとして設計されたが、最大離陸重量が45000ポンドから6万ポンドの中型の客室の大きいビジネスジェット機。 または40から60隻のリージョナルジェット用のエンジンになった。原型機の開発以来、水力は 9500LBF から 12000LBF に引き上げられた。エンジンの構造は忠実の幅広の抗体格を持つファンでブースターはない。軸流式低圧圧縮機4段延伸式、高圧圧縮機1段で構成される。総圧縮比は27。 1でコアのみの圧縮比は17以上である。高圧圧縮比は単弾のタービンで駆動され、40イン系のファンは3段式の低圧タービンで駆動される。エンジンコア実証機の高圧圧縮軸と燃焼機の離陸時の回転数は 2300rpm に達する。実物大のエンジン実証機は2008年末に運転され2010年。 または2011年初頭に認証を取得し、販売は2012年を予定している。2008年1月現在、まだこのエンジンを選択した航空機メーカーはない。スネクマと同様に、サフラングループの一部であるチュルボメカは、延伸式圧縮機の設計を担当している。一般的特性構成要素性能。ありがとうございます。